クリスマス村って言われてるこう一角があってですね、そこだけステイウィズミーは本職あとは副業みたいな。ちょっとガラスの少年たち寂しくないわよ。はい、こんにちは。こんにちは、伊沢俊です。石川直樹です。はい、ということで今回も石川直樹さんゲストに来てくださいました。イエーイ、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。いえいえ、今回はあのガラスの少年を、はい、ここ今日の石川弁四郎で演奏させていただいたんですけども、はい、本当にありがとうございました。いえいえ、どうでしたか。ああいうドラムセット的なものはあんまりこう叩いたことがないんで、さらにあのキンキキッズさんのね、僕にこうリズムを合わさせて、いただくということで、ちょっといろいろ緊張感もあったんですけども、あのまたこういうアレンジもありなのかな、こういうリズムもありかなっていうふうにはできたのかなと思うんですけど、はい、超素晴らしかったですね。直樹さんの美味しいとこ全部フルコースみたいな感じがしました、ね、本当ですか。まあまあ、はい、あのこれからも頑張ります。あの Stay with me の前のこのドラムロール、はい、いいですか。そうですね、 Stay with me のあたりのロールはまあちょっと僕のあの得意分野の、はい、マーチングのリズムっぽいロールの技術っていうのを使ってみて、はい、まさに本職というか本職です ね、 ですね、はい、そこだけ Stay with me は本職あとは副業みたいな。そうですね、他はまあやってみた系で、ね、やってみた系、はい、本当にありがたい限りなので、ぜひ何回でも聞いてくださいお願いしますってことで今日はですね、はい、クリスマスシーズンじゃないですか。そうですね、いよいよ2020年もクリスマスやってまいりましたね。はい、間もなくクリスマスということで、はい、直樹さんといえば、まあ、ガラスの少年じゃないですけど、少年時代アメリカに行ってたんですね。そうですね、14歳ぐらいからアメリカにいたんで、うん、まあ、まさにこう一応少年と呼ばれるぐらいの年代はアメリカにいましたね。ガラスの少年というかアメリカの少年だったんですね、まあ、アメリカの、はい、アメリカにいた少年。アメリカにいた少年。僕日本生まれ日本育ちなんで本場のクリスマスが全然わかんないんですけども、本場のクリスマスってどうなんだろうっていうのをちょっと今日お聞きしたいなと思いました。クリスマスって本場はどこなんですかね。本場ってどこなんですかね。サンタさんがどこから来るのかみたいな。あ、確かに説もありますよね、はい、サンタさんはあのコカ・コーラが生み出したキャラクターだとかっていう話もありますし、はい、まあ、でもあの確かにこう、まあ、とりあえずサンタさんは東洋人ではないっていうのはそうですね、はい、そこは確かになと思うんですけどまあまずあのクリスマスシーズンになるとですね、はい、あのショッピングモールとかに行くと、はい、サンタさんと写真が撮れる広場みたいなのが大体あるんですよね、はい、フードコートみたいな少し大きめのエリアの、はい、椅子があったり、まあ、それなりにこうサンタさん的なセットがあってです、ね、そこにサンタさんがずっと座ってて写真撮れますみたいな、はい、ワンショッピングモールにワンサンタみたいな。大体行くとそのぐらいの時期にはあのいますね。なるほど、はい、そこに直樹さんは行ってたりしたんですか。僕は大体そういうのはあの横を通ってまあ僕的にお店に行くだけっていう、はい、参加はしなかったです。サンタさんいるなっていうぐらいですね。なるほど。あのお家ではどういうことするんですか。なんか向こうではカップルというよりお家でホームパーティーがメイン、うん、家族であの、まあ、集まるっていうのが結構多かったりしますね、うん、まあ、なんか日本は恋人とかっていう感じですけど、どちらかというとアメリカは家族で、パーティーをしたり、パーティーというかまあ食事を集まってやったり、うん、あとはまあホームパーティー的な感じで、まあ、こう友達親戚だとか集まってパーティーやったりみたいな、まあ、多かったりするんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、はい。なんか日本だとケンタッキーも食べるけど、ケンタッキーは本来違うんですよね。そうですね、あんまりクリスマスにケンタッキーとかっていう、うん、おそらくケンタッキーもそれなりにクリスマスではあの何らかのこうキャンペーン的なこともやってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、みんなどちらかっていうとやっぱりこう家で料理をみんなで持ち寄ってパーティーするとか、うん、パーティーをやる家の人がまあ一番こう料理を振る舞うとか、そういうのが結構多かった感じですね。なるほど、はい。あとはやっぱりイルミネーションとかがすごいですね。イルミネーション、はい、最近やっぱり日本でも結構イルミネーション、はい、あのまあ、LED ライトとかもドン・キホーテ行けばいくらでも買えるとか、うん、あのホームセンターも出たりとかあの入手しやすくなったんで、まあ、日本でも結構イルミネーションすごい家いっぱい出てきましたけど、うん、アメリカはやっぱり元々がすごかったですね、うん、アメリカ僕あの高校生の時代はあのイリノイ州のシカゴの郊外に住んでたんですけども、はい、その同じイリノイ州シカゴのダウンタウンの近くというか、うん、家からちょっとこう小1時間ぐらい離れたところだったんですけど、うん、クリスマス村って言われてるこう一角があってですね、そこの一角に住んでる人たちがもうこぞってこうイルミネーションにも命を懸けるぐらいの各家の
まあ、フロントヤードっていうんですかね、はい、こう家の前の庭の部分に、はい、もうそれこそなんかこうメリーゴーランドみたいな、あの、まあ、プチメリーゴーランドみたいなのを出したりとか、はい、ものすごいサイズのこうクリスマスツリー立てたり、はい、いろんなこう人形を並べたり、もう凄まじいですよね。それがもうあの1軒2軒じゃなくて何軒もそういうエリアがあって、そこがもう名所みたいになってて、みんなこうその時期になるとそこのエリアをこう車でみんなで走って、クリスマスムーブのディズニーランドの乗り物みたいな、まあ、みんなでこうそのいろんな家のこうデコレーションというのかイルミネーションをこう見ながら行くみたいなのが観光名所みたいになってましたね。もう一つ、僕こう舞台系の仕事もしてるということで、うん、はい、だからっていうわけじゃないんですけれども、はい、舞台の照明さんたちが本気でクリスマスイルミネーションをやってる家とかがあって、やばいですね。まあ、皆さんこれ YouTube 見られてると思うんですけど、はい、まあ、YouTube でこうアメージングクリスマスイルミネーションとかこう入れてですね、はい、検索するとちょっとぶっ飛んだレベルのイルミネーションが、照明のプロが、照明のプロがやってる、もうコンピューター使って制御して家のもう周りから前から全部こうイルミネーションあって、全部それがもう音楽とパソコンとこう連動してるっていう。なるほど、もうとんでもないレベルのことをやってる人たちがいっぱいいるんで、ぜひアメリカに行った際まで、はい、でも YouTube で見れます、ね、YouTube で見れます今の時代は、YouTube で見てみて、ちなみに僕はあのクリスマスの思い出はほとんどないんですけど、唯一あるなんかすごく覚えてるのが、幼稚園の時にサンタさんいるって思いたいじゃないですか、はいはい、クリスマスの前日かなんかに父にあのサンタいないから俺だから言われてバラされました。5歳ぐらいですよ現実の突きつけ方が、なかなかお父さんなかなか、はい、ぶっ飛んでる、はい、もうプレゼントはいいだろう、もうプレゼントいいだろう、ただまあ俺が買ってあげるから、ね、あ、なるほど、はい、なるほど、はい、夢は見なくてもいいけど現実としては、はい、ありがとう今年の東京のクリスマスはちょっと悲しいですね。うん、ね、今回は寂しいですね。ちょっとガラスの少年たち寂しくないわよ。あら、ちょっと寂しくないから。あら、高子さん、ねえ、こんばんは。こんばんは、高子さんです。もうガラスの少年たち素晴らしかったです、本当にありがとうございます。お二人はね、心が本当にガラスの少年のように今この年になっても繊細でそして優しくて、あの静かで、なんか本当に素晴らしいクリスマスが来るなって思ってたら、二人で寂しがってるようですけど、はい、でも26日にお二人はライブをしてくださるってことでしょ。そうなんです。そのライブをすっごいみんな楽しみにしてたら、なんかもう売り切れちゃったそうですね、チケット。おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。それでも私たちはもう一つだけ素晴らしい2人にプレゼントをいただけるんですって。で、26日にはそのライブを配信してくださるそうじゃないですか。そうなんです。初の生配信。ねえ。そうですね。はい。そして12月いっぱい見れるっていうことで、うん、でみんなお家で寂しいな、クリスマスつまんなかったな、何もなかったなと思っても、そのねライブ見ながらケンタッキー、さっきケンタッキーとコーラ買って、はい、で飲みながら食べながら、はい、あのライブ見て、はい、あ、クリスマスじゃんやっぱりって思えるでしょ。思えるわ、それだったら、ね、思えると思います。十分思えると思います、はい、あのそんなラッキーなことはないと思います。2人に感謝でございます。感謝の気持ちを込めて今日クリスマスツリーのイヤリングしてる、かわいい、ね、だから楽しいね、クリスマスはそれぞれの心がみんないろんなことを考えて、そして寂しくないよ、大丈夫だよって自分に応援をすることが一番いいし、いい思い出を思い出すことも、さっきのね、しゅんくんのお父様のお話じゃないけれど、そしてアメリカのクリスマス本当に素晴らしいの、本当にね、いいですよね。でも私たちもそうやって、あの、あ、今日のクリスマス今年は寂しかったけど、でも今日クリスマスちょっと遅れたけど、うん、やったなって思えればいいんじゃないですか。はい、私も申し込みました。ありがとうございます。はい、でね、今まさに僕と直樹さんはそのライブに向けてリハーサルをね重ねさせていただいております。本当にこの日しかないプレミアムの内容となってますので、皆さんもぜひですね、会場に来れなかった方も配信で見てくださると嬉しいです。なんかセットリストすごいみたいですね。そうなんですよ、直樹さんのあのドラムの技術が
こんなに素晴らしいんだってことがいっぱいわかるね。そう、僕から言うのも直樹さんのフルコースだってことはだけは言える。あのハードルあまり上げないと。じゃあフルコースを見ながらケンタッキーも食べる。そう、そのライブの詳細は概要欄に載ってますので、またチェックしてください。はい、まあ、この時期が落ち着きましたら、またですね、この会場の壁資料でぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。はい、今回はね、石川直樹さん、そして高子さんに来ていただきました。ということで、じゃあ次は配信ライブでお会いしましょう。ありがとうございました。アロハー。僕のチャンネルの登録は